あ、どうせだな。なんだって？相手のクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは ARIKEN。アリケンだ、N は1個。ARKEI はなんて言ってくるかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録して、いろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へ、レッツラッグ。さあ、上でやり合って、ファイヤーが、さあ、死にかけているぞ。これは早めに。さあ、援護に行きたい。目の前に敵。さあ、これは横のフリック当てている。さあ、目の前 SCR の人間を倒して。さあ、目の前オーバースタイム。もう160カット。さあ、エイムが冴えている。さあ、目の前に敵がいる。これはもう気づいている。しっかりショットガン当てて、一人で三人倒しました、ペガサス。周りに隠れるものがないので、これはしんどい。さあ、いろんなところから。さあ、うめえ！さあ、メイシーフィッシー。フレンさんが油断しているところを、スナイパークイックショット。資材をゲットしていく。さあ、目の前、バッコーが。誰だこれ？バッコーじゃねえ。誰だろこれ？さあ、わからないが、ボブ、ここはしっかりと、ジャンピングショット。さあ、バッコーを倒してますね。さあ、レイジスも倒して。さあ、僕たち、アンチードがちょっとしんどそう。目の前の敵、さあ、引き倒していく。チャグスポーツ使って、さあ、全員回復しながら。さあ、アンチに、ぜひでいく。ここはクラッシュパッドを使いながらアンチの中に入っていきます。さあチャグスプ全員で使って、残り人数9人。さあしかしアンチがもう少ない。さあ回復アイテムもないので倒しに行かないといけない。さあボブ、さあどう倒しに行くか。さあマウフィンは HP なくなって死んでしまいます。さあボブの HP もなくなってしまいます。さあルリが1人目の前のピーターパン倒して HP 回復。さあ後ろから敵が来る。これにサルミアを倒せばワンチャンあるが、ここはさすがにやられていく。ユセア VS ルリたちのチームでしたが、ユセアたちの回復が多かったですね。やられていく。さあ目の前 NSR 一発160ダメージから、さあ一人倒していく。カッキル取って、さあキルパが欲しいが、さあ死体がすごい。さあ登ってきた敵もしっかりショットガン当てて、さあ倒している。さあここはカッキル入れて目の前のウノスケを倒していきたいが、さあ緑ポンプあまりダメージ出ないが、資材とフロッパーを獲得。さあこのフロッパーで5個ある。いやこれ勝っただろ。これは回復勝負になるでしょう。さあメイシーフィッシー、さあフロッパー5個、その状態で回復勝負。シンクたちがやりに来ている。さあここはシンクはやられてしまう。さあナイトルがいるがダメージ与えられない。さあメイシーフロッパー残り3つ。これは回復勝負、勝てるわけもなく、メイシーフィッシーそのままビクトリーロイヤル。手には敵が降りてきている。さあ空中バトル。さあペガサス早めに降りてアサルトライフルで、さあ対空して、さあ91カットしてるぞファイヤー。さあここはショックウェーブ使ってシュンシャンが落ちているが、さあ飛んでいる敵ワンボックス、これは一度後ろに逃げて、うまい三角編集からショットガン一発。さあオーバースタンが目の前張り替え勝って、さあ角度を使って倒していく。さあファイヤー、さあここは2人で倒す。オーバースターを倒す。できなくて心配だったが、さあ最終戦において、さあその力いけるか。シュンシャンここは楽そう。目の前のナイトル倒す。さあ後ろからアソルトライフル食らうが、さあ残り人数5人。さあワイルドホークがアンチ外で逃げ遅れてるのをシュンシャンがキルを取っていく。さあ NSR ミヤも倒していく。さあここは活気を入れて回復。さあどうにかアンチの中入りたい。残り 1v1、 シュンシャンこれ勝てるか。 1v1 だぞ。さあミニポン飲みたい。さあ一度落ち着いてハイグラウンド取ったまま紫ポンプなんでワンチャンある。一発あって、うわアンチダメ、ちょっと資材がなかったね。さあワンチャン狙っています。さあ開けて、さあ目の前の敵アサルトライフル撃って、さあコロコロを倒してもう一人ダウン。出てきたところ山も撃破。さあサージが登場。さあ T1 クイックスのチームサージ対策できたいなので、ここはどうにかダメージ与えたい。さあ一気にマウフィンを落としていく。さあマウフィンチーム、これはルリが蘇生入れてるが間に合わない。ショックウェーブを使って逃げたいがクラッシュパッドで荒らされてしまう。さあクラッシュパッド、なかなか逃げれない。ああはえー、さあスーパー高速移動。さあルリクラッシュパッドで逃げたがマウフィンが落ちてしまった。さあエムバッコー、ここはシェイク、ルリの場所がバレてしまいます。さあこうなったらどうなるでしょう。上を取ってるチームが勝ちます。さあここは前さショットガンで敵を倒していく。さあ後ろ回って、さあ C を倒して食らいつきっていきたい。さあシンクが上を取っていこうとしてる。さあシンクナイスキル。さあここはしっかりキルポイント取っていく。さあ下に落ちてしまったがショックエイムで上に行くが、さあユセアの上を取っていく。ここは資材が
さあ、殴いか。さあ、シンク、ここは出されて。アンチ間に合うか。バンサー、うまい。さあ、目の前の敵にバッコーが。違う、誰だ。さあ、バッコーですね。バッコーを倒しそうだが、ここは無理だった。さあ、前さん一人残っているローグラウンド。しかし、上にはユセアたち。さあ、クイックスのキルを もらいたいですね、これ。さあ、クイックスのキルをもらって。さあ、ローグラウンド、ショックウェーブ残り1個。さあ、このショックウェーブで、前さんが奇跡を起こすか。さあ、ユセアたちが上から撃ってくる。さあ、シーザーいかない。ここはもう行くしかないんじゃないか。さあ、3対1対1。さあ、ここ落ちてきたところ、うますぎる。タイムバックを倒して。さあ、1V2、ショックウェーブで上、キーバー。うわ、惜しい。さあ、シンクたち、初動はかぶせられて、前さんも一発やられて、ダメージない。さあ、相手は、さあ、なぜか緑ポンプ3つも持ってるぞ、シンク。うまい。さあ、振り向けエム。一発やって。さあ、ここは目の前で敵倒していきたい。さあ、うの、誰だ誰だ。さあ、ことず、さあ、倒して。メイシーもやられていく。ここはシンクただ一人。さあ、ここで落ちてしまったら1位を覆すパーティーがいなくなって64。うわ、ギリギリやっている。うまい。カッキル入れたい。エディットミスって、これはどうなる。残り 1V1。 シンク倒せるか。危ない。さあ、カッキルを入れに行きたい。カッキル入れて HP 回復88。フィールドあるぞ。サレジーレクバトル。うわー、ショットガンヘッドショット、シンキングフィッシー。ここはレイジーレイク乗していく。さあ、109ポイント。ここでユセアのポイントを越しました。さあ、メイシーたち現在1位。さあ、ピーターポン。さあ、メイシーショットガンのエイムが冴えている。全部終了してのポイント確認いきましょう。さあ、メイシーたち初動で倒されてしまったが、先ほど稼いだポイントがさ、ここでさ、まだ1位の座についている。114ポイント。そして同ポイントでルリ・ボブ・マウフィンのチームがメイシーたちに並んでいる。えぐ。ユセアたちは途中でやられてしまったので、ポイントは今の試合順位ポイント入っていなかったが、3ポイント差でね、3位と差があるので、まだまだ全然この3ポイントなんでもすぐなんで。そしてハムッキさんたちも105ポイントしっかりと食らいついている。さあ、ナイトルワイルドホーク89ポイントで上に上がってきた。さあ、まだいけるね。20ポイント差もないね。いける。20ポイント差だったら大丈夫。明日の試合の合計と今日の試合の合計で優勝を決めるのでね、よければ明日も見に来てください。皆さんよかったらね、高評価だけ、ね、押してね、行ってもらえば嬉しいです。さあ、そしてナイトルクジャクたち、さあ、こう言ってファックスボックスたちも7位。いいですね。さあ、ペガちゃんたちが、さあ、15、43ポイント、ちょっとしんどそうだね。さあ、リザットも41ポイントでちょっと伸び悩んでる感じ。さあ、あれも29ポイント。さあ、ルーナは24ポイント。ちょっとしんどそうだね。まあ、でもまだまだ、結局、2試合目っていうか2日目が大事なので、また明日もみんなで応援していきましょう。みんなの応援の気持ちはね、絶対ね、なんだろう、プレイヤーに伝ってるのでね、応援したい人はもう本当にもう応援をしてもらって、多分、嬉しいと思うので、やってる人は。でもやってる人たちも後から配信見直したりして、コメント欄で応援されてたりすると、多分嬉しいと思うので、みんなの応援は絶対無駄になってないのでね。FNCS ファイナル1日目。じゃあ、前半戦から終わったってことで、ここら辺で終わりにしましょうか。また明日もね、5時からあるので、よかったら、ね、皆さん見に来ていただけると嬉しいです。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしましょう。お疲れ様でした。またな。バイバイ、おつー。